大事な時ですね。え、まあ全部大事だからね。後半戦まだ白星一つ、星の王子様が中9日休養十分でマウンドに上がります。前回のライオンズ戦で1回もたず KO された星野、2回イチローのまずい守備もあって2アウト3塁のピンチ。しかし続く周をフォークで料理します。その裏ブルーウェーブも2アウトから2塁1塁とし、9番馬場、前回完封された西崎から下位打線で先制します。ところがどうもピリッとしない星野は3回3連打で今度はワンアウト満塁の大ピンチ。バッター片岡、ここはファイターズ様々、両チームともタイムリー欠乏で1対0のまま迎えた7回、嫌な感じの大ファウルを打っていたシュー、レフトスタンドへ同点の12号アーチ。星野がっくり、最下位のチームにやられてもいいのかブルーウェーブ。その裏一郎、やっぱりスターはこの人、目の覚めるような鮮やかな11号ホームランで2対1勝ち越し。星野は8回途中でマウンドを降りますが、渡辺がヒヤヒヤながら最後を抑え、ブルーウェーブ苦しい波を乗り越えて再びトップと1ゲーム差です。それはね、毎日毎日の積み重ねですから、本当に毎日頑張るだけです。これからやっぱ勝つためには皆さんの応援がぜひとも必要なので、これからもよりその応援よろしくお願いします。あとアウト1つ、選手はベンチから飛び出そうとしています。ブルーウェーブ5年ぶり7度目の優勝。というのは昼間お隣の第2球場で行われた弟分ウエスタンの話。一足お先に胴上げ、1ゲーム差でトップを追う1軍に幸運を運ぶか。ブルーウェーブは1回フライヒットの後、小川藤井と連続フォアボールでワンアウト満塁、中4日立ち上がり不安定なクロスに先制パンチを与えるチャンス。しかし5番柴原、初球を打ってダブルプレー、チャンスを逃します。ブルーウェーブ先発は山内、2回2アウトから田中、久しぶりの手応えは10試合ぶりの24号、通算100本目の先制アーチ、1対0とします。最近粘りが新上のブルーウェーブは4回、ノーアウトランナー2塁で柴原、同点となる渋いバッティングで1回の汚名返上。さらに8月打率3割7分以上と絶好調の田口がセンターに返し、2対1と逆転します。ところがファイターズもすんなりとはいかせてくれません。8回2アウト2塁でピンチヒッター大島、さすが超ベテラン、7回途中から変わった伊藤孝秀から同点のタイムリー。さあ同点で迎えた9回、ワンアウト2塁で一郎、しかし敬遠で2塁1塁。5回以降ブルーウェーブ打線を抑え込んでいたグロスですが、ここでふくらに痛いワイルドピッチ、ふくら倒れて続くバッターはここまでノーヒットの小川、さよなら。劇的な幕切れはやはり胴上げの予感か。今日はお休みのバファローズを1人抜いて2位、最後までハラハラさせるのがブルーウェーブの得意技です。結果はね、抜けるとは思わなかったんですけど、ボールが後ろ行った時は抜けたと思いました。選手一丸となって、一日一日一生懸命やりたいと思います。工藤君康登場、あえてローテーションをずらして臨んだこの首位決戦。まずは愛工大名電の10年後輩イチローとの注目の対決で幕開けですが、ここは先輩がエンジンかからずかストレートのフォアボールとあっけない勝負。しかしブルーウェーブはここから得点チャンスを作ると、3番小川がセンターへタイムリー、工藤先制点を許します。ここまで3連続完投勝利の大黒柱も今日は不調、4回にも2点、続く5回にも先頭イチローに打たれます。イチロー今日は4の1、3割9分2厘。そして4番藤井にはセンターへ弾き返され4点目、エースの左腕振るわず、この回81球で無念の降板となってしまいます。しかしまだまだゲームは捨てない。6回森監督が投入したのはカップ、およそ3年ぶりの中継ぎマウンドを任せ、勝利への飽くなき執念を見せると、野手陣がこれに応えぬわけがない。すかさずその裏、石毛のタイムリーなどで2点を奪い、4対3、1点差まで迫ります。8回に2点を取られても決してへこたれない。ツーアウト満塁から代打安藤、これはお見事、期待に応える2点タイムリーで6対5、再び1点差。さらに9回裏、ツーアウトランナー1塁で鈴木健、タイムリーツーベース、ランナー一気にホームを落とし入れ6対6、とうとう同点。しかし延長に入って勝利の女神はそっぽを向いてしまった。10回ランナー1塁2塁で福良が2点タイムリーツーベース、獅子の追撃を振り切り、ブルーウェーブついに熱波のトップに立ちました。もう田口が出た時点で自分との勝負っていうのは
絶対あったから、一応歩かして、はい、なんとか決めてやろうという気はあったですね。でなんとか、ね、くっついていって、最後まで、それで最後の最後にっていう気持ちはありますけどね。なるほどね。はい、やっぱり脱出のあった大井オリックスは首位固めを狙います。3連敗さえしなければとまだ焦りはない森監督ですが、オリックスの勢いはしっかり止めておきたいところです。注目の首位攻防戦に西武球場は5万人超満員のファンで埋まりました。オリックスの狙いは先取点を奪って西武先発渡辺久信の焦りを誘うこと。2回チャンスメーカーになったのは昨日4打点の8番高田でした。完全に打ち取られた当たりでしたが、ラッキーなツーベースヒットで先制のお膳立てをします。最初の打席は渡辺に打ち取られている一郎、きっちり借りは返します。一郎の今シーズン176本目のヒットでオリックス今日も1点を先取しました。しかし先制した直後の2回、好投の先発長谷川が7番阿部にストレートを狙い打たれます。3号ホームランでたちまち1対1の同点に追いつかれてしまいます。長谷川は続く3回にも吉武辻と連打を浴び、ノーアウト3塁1塁のピンチ。しぶとさが身上の奈良原にきっちりライトへ打ち上げられます。犠牲フライで2対1と逆転され、大木監督のシナリオに狂いが出ます。それでも点差はまだ1点、なんとか追いつきたいオリックス。6回2アウトランナー1塁で一郎、変化球を引きつけて思いっきり引っ張ります。3塁2塁と逆転のチャンスを作り、渡辺をノックアウト。一郎今日は5打数2安打でした。森監督がもう1点もやれないと石井武弘をマウンドに送れば、大木監督もここは勝負どころと、昨日決勝打を放った福良に代えて代打ハイゲイニーを出します。しかしあと1本が出ません。オリックスはこの後も石井にパーフェクトに抑え込まれ、2対1で敗れて、またも1日点下となってしまいました。修羅場に強い点、大木監督は首位取りのチャンスです。打線の鍵を握るイチローも今日のゲームの重みは十分承知、試合前の練習にも気合が入っていました。打倒西武のマウンドはベテランの佐藤義則でしたが、1回いきなり捕まってしまいます。ワンアウト3塁で3番の佐々木、ヨシボールのフォークがネーミング、フォークというネーミングがついた、落ちきらず、ネーミングがついた、フォール先制点を維持します。さらに5番鈴木にはストレートを狙い打ちされ2点目、オリックスいきなり苦しい展開です。しかし2点のビハインドでくじけるわけにはいきません。3回ワンアウト1塁で一郎、西武先発村田の初球、第1打席に続く2打席連続ヒットで2塁1塁とチャンスを拾います。福良フォークボールでワンアウト満塁となって小川、サード石毛のうまい守備にヒットにはなりませんが、これで1点差、チャンスは続きます。3塁2塁でタイゲイニング、村田のストレートを強振せずにフォアザチームの流し打ち、オリックス3対2と試合をひっくり返します。その裏すかさずセーブ、ツーアウト3塁となって鈴木、佐藤今日は鈴木との相性が最悪です。15ツーランホームランでオリックス4対3と逆転を許してしまいます。互いの投手が火花を散らす展開、5回オリックスは一郎がフォアボールを選んでノーアウト2塁1塁とし、村田をノックアウト。森監督も必死のリレーで各をマウンドへ、福良送りバントでランナーを進めて3番小川、右狙いはライトへの大きなフライ、犠牲フライとなってオリックス試合を振り出しに戻します。こうなると次にどちらが点を取るかが勝敗に直結します。6回の西武、ワンアウト1塁で佐藤、ベテランの石毛に弾き返され2塁1塁のピンチです。佐藤なんとかツーアウトとして8番伊藤、これも初球が甘く入ってしまいました。ツーベースヒットとなって6対4、ここぞという時の西武はやはり脅威です。しかしオリックスも戦う集団です。7回に1点差として続く8回一郎、この足の速さが4割200本の夢を切り開きます。これで2アウト2塁1塁、一郎今日は4打数3安打の猛打賞です。この後の福良デッドボールで満塁と一打逆転のチャンス、西武排水の投手リレーで6人目の石井が登板します。オリックス3番小川は初球、オリックス昨日に続いて1点差になき首位取りはなりませんでした。ちょっと得した気分です。
予想してなかったことなんで、とにかく離されないようにね、上のチームと、上のチームに離されないように、しがみついて最後にちょろっと出れたらいいんじゃないかと、それが最高ですね。もちろんこの賞をもらったことは嬉しいですけども、もう8月はね、もう無我夢中でやってたんで、もう結果っていうかそういうのは全然考えてなかったので、